2004年3月27日、イギリス・ロンドン。世界的に有名な推理小説、シャーロック・ホームズ。この研究に生涯を捧げた男がこの日、自身の部屋から遺体で発見されました。現場は密室。遺体のそばには不自然に置かれたぬいぐるみと空になったジンのボトル。小説のような謎の未解決事件の真相とは。どうも皆さんこんばんは。こんばんは、始まりました。今回も世界の事件をお届けしております、はい、海外ミステリーファイルのお時間でございます。とありがとうございます。ありがとうございます、はい、今回のね取り上げる事件がですね、はいはいはい、事実は小説よりもきなりシャーロック・ホームズ研究家変死事件についてでございます。シャーロック・ホームズは、はい、うん、僕好きなんですよ。ああそうなんだ。はいはいはい、うん、かっこいいじゃないですか。解いてるからね。そうなんですよ。で決まって映画とかで取り上げられるとものすごい男前がシャーロック・ホームズやりますんで、うん、やりますよね、イメージありますよね。でちょっと気になったのが、うん、研究家の話。そうなの、研究家の方がねいらっしゃるんですよ。はははは。でね、まあまあ、まあ、いろいろ研究家はいてるからね、いろんなジャンルでね、うん、はいはい、まあ一応でノブさん今ちょっと言いましたけど、はい、このシャーロック・ホームズの説明改めてちょっとさせてもらいましょう、はい、19世紀後半に活躍したイギリスの小説家アーサー・コナン・ドイルの創作したシャーロック・ホームズシリーズの主人公である架空の探偵でございます、はい。で彼が活躍する一連の作品大ヒットしまして、推理小説の分野に一つの頂点を築き、その魅力は今なお衰えずに世界中で読み継がれていると。でそのシャーロック・ホームズを実在した人物と捉えて日々研究している方々のことをシャーロキアンと呼んだりもするんですよね。で今回その中でも有名なシャーロキアンが被害者となった未解決事件でございます。なるほど、はい、で簡単な事件の概要です。2004年3月、イギリスのロンドンにて世界的に著名なシャーロック・ホームズの研究家リチャード・ランセリン・グリーンが自宅で亡くなっているのが発見されました。で彼は靴ひもで首を絞められた状態で亡くなっておりまして、捜査の当初は何者かによる他殺と断定されていたんですが、犯人の手がかりや証拠は何も見つからない。で最終的には自殺と結論付けられたと。ただ彼の死には不可解な点が多くて、事件から約20年経過した今でもこの真相を誰にも分かんないまま未解決事件となっているということですね。なるほど。まあパターン的には自殺と処理されてしまった系みたいな。そうなんですね、うん、なるほどなるほど、はいはい、で今回の事件のポイントはやはり自殺か他殺かというところです、うん。実は現場にはいくつもの謎が残されていました。さらに亡くなったリチャードは事件前気になることも周囲に漏らしていた。結局事件は自殺だったのか他殺だったのか、皆さんも一緒に考察しながらご覧ください。それではまずシャーロック・ホームズに見入られて謎の死を遂げた研究家の生い立ちから見ていきましょう。生粋のシャーロキアン。事件の被害者となるリチャード・ランセリン・グリーンは1953年にイギリス・チェシャー州で生まれました。父親であるロジャーは数々の神話や伝記を手掛けた有名な作家で、母親のジューンは演劇界ではよく知られている人物。父親が作家だったこともあり、本に囲まれて育ったリチャードは7歳の頃、今後の人生を決める運命の本と出会いました。それはシャーロック・ホームズ。コナン・ドイルが描くその世界に見入られたリチャードはその後ブラッドフィールド大学に通い、その後名門オックスフォードのユニバーシティカレッジで英語の学位を取得。そしてその後シャーロック・ホームズシリーズとその作者コナン・ドイルの研究に人生を捧げていくことになります。そしてホームズやドイルに関する書籍を200冊以上出版。その熱心さは書籍だけではなく、ホームズ関連のさまざまな記念品などのグッズまで買い占めるなど、世界有数のコレクターとしても有名で、1996年から1999年にかけてはシャーロック・ホームズ協会の会長も務めています。彼にとってシャーロック・ホームズは人生のすべてとなっていたのです。うん、なるほど、はい。まあ、あのユーマ研究家の中澤さんってことでいいですか？ジャンルは違えどもね、うん、くくりは分かりますよ。あの一個のことをすごく愛して突き詰めた方っていうところですよね、はい、だから今の説明聞いてね、はい、ものすごいそのホームズ愛みたいな感じたんですよ、うん、だから俺も今ノブが言ったことを聞いて、この亡くなった人の方、あの、はい、これが浮かんだわ。この
かぶってるやつが浮かんだわ。だから、ね、かぶってるやつ、中澤さんがかぶってるあれやってたんかな、そうそう、ちょっと思っちゃった、待ち合わせみたいなね、はい、ありますけどね。でちょっとリチャードについてもうちょっと補足します、うん、シャーロック・ホームズの中に描かれるベーカー街 221B 番地の書斎を自身の屋根裏部屋に再現したこともあるほど熱狂的なオタクとして知られた人物ですと。さらに膨大な知識に加えてこうユーモアのセンスもあった。だから周囲から好かれていたそうで、この分野の第一人者の一人として世界的に認められていったと。で時間さえあればね、ホームズやドイルにゆかりがある土地に赴いていたともあることです。へえ、うん、聖地巡礼してるじゃないですか。そうなんですよ、ね、で彼の生涯の仕事は、うん、コナン・ドイルの伝記を書くことだと。でドイルの取材を行っていくうちに彼はですね、はい、ドイルの5人の子供のうちの1人、末娘のジーン・ブロメットと出会い親しくなります、はい、でこのジーンについてなんですが、まあ、ジーンは父コナン・ドイルの貴重な資料を多く所持していたんですよね。でリチャードはこの資料を参考に研究を進めて、まあ、ジーンもまたね多くの人が資料を見られるように大英図書館に寄贈するつもりだったと。でその言葉にリチャードもねわーっていう感銘を受けていたそうです。はこれはファンにとってはね、ファンからすると嬉しいですよね。そうですよね、言われとるわけやからね、止まらないですよね。でそんな中1997年です。残念ながら病気でジーン亡くなってしまうんですけど、ただこうね、あの亡くなった後に送られるはずだった彼女の持つ貴重な資料がなぜかいつまで経っても大英図書館には届きませんでした。貴重な資料の行方、ジーンが亡くなってからおよそ7年が経った2004年、大英図書館に寄贈すると言っていたはずの貴重なドイルの資料は一向に図書館に届くことはなく、それどころかどこにあって誰が持っているかもわからない状態になってしまっていました。そんな中リチャードは驚くべき情報を耳にします。ホームズやコナンに関する多数の書籍や手紙などの重要資料がドイルの親族によってオークションに売りに出されようとしているというのです。耳を疑ったリチャードはすぐに調査を開始します。するとそのオークションに出される資料の中にはジーンが持っていたものも含まれていたことが判明。つまりずっと行方不明になっていた貴重な資料は別の親族が持っていたようでした。このドイルの資料の価値はとても計り知れないもの。つまり金に目がくらんだドイルの親族がジーンの持っていた貴重な資料を売り払おうとしているとリチャードは推測しました。さらにその資料がオークションによって世界中に分散し個人の所有物となってしまうことを危惧したリチャードは大英図書館に引き渡されるべき資料が不当に盗まれオークションに出品されていると主張し、主催者にオークションを中止させようと動き出すことになります。リチャードからしたらね絶対阻止したいですよね、うん、こんなんね、そうですよね、自分のね集めて資料もね行かれるわけやから。でリチャードね、これらの重要資料は全て大英図書館に保管して、まあ、多くの人が閲覧できる状態にするべきだということを考えていた、はい、でそれはもちろんねジーンの願いでもあったっていうところなんですよね、うん、で仲間の研究者たちと共にオークションにかけられる資料、まあ、盗まれたものであるよっていうことを声を上げたと、うん、だけどそれに関して十分な証拠を提出することはできなくて、まあ、その主張は認められなかった、うんうん、だけどその運動自体はねマスコミを通して広く知れ渡ったというところだそうです。あれですね、ということはですよ、うん、その活動を続けられると、はい、ちょっとね、うん、気まずいというかよく思ってないやつらがいるわけなんですよ、ね、そうなんですよ、うん、でね彼今回のオークションの件の後からですね、はいはい、匿名のアメリカ人に尾行されていると、はい、自宅が盗聴されている、はい、まあ、数日間眠れていないんだなどと妹に話すようになっていったというところなんですよ ね、 ね、なんか迫ってきてますね、始まってますよ ね、 ね、これね、うん、そしてそんなリチャードが心配した妹がですね、うん、ある日です彼の部屋を訪れるんですが、そこにあったのは変わり果てた兄の姿でした。密室に残された遺体の謎。2004年3月27日、リチャードの妹のプリシラはこの日、兄と連絡が取れなくなったことを心配し、安否確認のために彼の部屋を訪れました。玄関のドアをノックするも応答はない。彼女の脳裏に最悪の考えが浮かびます。恐る恐る玄関の鍵を開け、中に入ってみるとそこにあったのは、リチャードの冷たくなった遺体でした。リチャードのそばには不自然に置かれたぬいぐるみと空になったジンのボトルが転がっていました。プリシラはショックを受けながらもすぐに警察に通報。殺人と自殺の両方の可能性を考え捜査が開始されることになるのですが、部屋は争った形跡もなく無理やりこじ開けられた形跡も見当たりませんでした。つまり現場は密室だったのです。
その後も現場からは犯人に関する手がかりは特に見つけられず、最終的にリチャードの死は自殺とされたのでした、うん、まあ密室であるがゆえに、うん、やっぱ自殺でね片付けてしまう死はありますけども、そうですよね、うん、何なんでしょうね。ホームズ来てこれはもう本当見てる人はそう絶対そう思う ねホームズに解決してほしい、解決してくれそうだしね、うん、でまあ、警察もいろいろと捜査していて、まあ、公式検視に先立ってですね、ホームズ研究家たちに、うん、コナン・ドイルの書籍の中にリチャードの死と関連付けられる出来事が見つかるかどうかってことを聞いたと。ほう、つまりリチャードが書籍の中の出来事を再現しようとした可能性というのを探ったんですけど、はあ、だけど特に事件の真相に近づけるような決定的な内容はなかったというところだそうです、うん、また同性愛者であるリチャードの恋人だったローレンス・キーンという人物はですね、うん、彼の死の直前まで一緒に食事をしていたそうです、うん、でその恋人の証言なんですけど、リチャードは食事の際にワインを1リットルほど飲み、うん、家全体が盗聴されていると言って外で話したがっていたということだそうです、うん、またね自殺を感じさせる予兆は特にはなかったよということです、ね、うん、なるほどね、まあ、妹とか恋人からの話を聞いてると、はい、うん、やっぱその死ぬ兆候みたいなのはないじゃないですか、はいはい、そうですね、でなんかね盗聴されてるだ、うん、なんかねつけられてるとかね、こういうの言うてるから、ね、まあ、他殺の線もここで浮かび上がってきますよね。そうですよね、うん、で世界的に著名なシャーロック・ホームズの研究家の死ということで、うん、これ世界中で自殺、他殺ともに様々な推測がなされました、うん、それではその推測紹介していきます。自殺なのか他殺なのか、皆さんも一緒に考えてみてください。事件の真相、リチャードは自ら死を選んだのか、それとも他の誰かの手によって殺されたのか。この事件の真相に近づこうと多くの人たちが事件について推測を立てました。まずは他殺説からです。リチャードと共にオークションを阻止しようとしていた学者のオーウェン・ダドリー・エドワーズは、リチャードがオークションの邪魔をする最大の人物であったことからオークション関係者による他殺であると断言しています。さらにリチャードは母親を心から大切にしていたため、母親が悲しむことを分かっていながら自ら死んだりはしないと推察しています。そして気になるのは遺体のそばにあったジンのボトルです。彼は死の直前にも食事でワインを飲んでいたように、かなりのワイン愛好家でいつもワインばかりを飲んでいました。ではなぜジンのボトルが空だったのでしょうか。ワイン好きは普通ワインとジンを組み合わせて飲むようなことはしないために、彼の部屋にジンのボトルがあることは考えられません。つまり現場に他の人物がいたことを示唆する証拠だというのです。またリチャードの弟のシラードは理路整然としたことを好んでいた彼が何のメモや証拠も残さずに自殺するとは考えられないと話しています。リチャードが自ら死を選んだのであれば何らかのメッセージを残すはず、しかしそれがないということは何者かに殺された可能性が高いというのです。続いては自殺説です。リチャードの長年の知人であるシャーロック・ホームズ・ジャーナルの編集者ニコラス・ウテチンは、彼の精神が錯乱したことによる自殺で間違いないと主張しています。というのもニコラスはリチャードが死ぬ数時間前に彼と電話していて、彼は精神的に追い詰められている様子だったそうなのです。そんな中ホームズファンの間でまことしやかに囁かれたのは、リチャードがオークション関係者を犯人に仕立て上げ、資料が他人の手に渡るのを中止させるために自殺したという説でした。実はリチャードは生前アメリカ人に尾行されていると話していました。そのアメリカ人というのは彼と同じく著名なシャーロック・ホームズ研究家であるジョン・レレンバーグのことであると言われています。このレレンバーグは今回のオークションにも携わっていたために、リチャードとの間柄が険悪になっていた可能性は考えられ、このことからリチャードがレレンバーグを犯人として仕立て上げるために自殺を図ったのではないかというのです、うん、まあいろいろなねこの推察あると思うんですけど、はい、僕的にはですよ、はいはい、やっぱその精神錯乱っていう部分で自殺、うん、プラスあの仕立て上げるみたいな、うん、あったじゃないですか、うん、やっぱファン の、ね、うん、方が言うてた、うん、あのその説が僕すごいなんかしっくりきたというか、あーなるほどね、そこまでガーってね、うん、なってて、で自分の人生かけたものをオークションに出されて、うん、はい、こいつを引きずり下ろして、うん、で自分のものを取り返すためだったら、うん、俺ここまで
としてる人だったら命かける気もするんですよ、うん、なるほどね、自分の人生かけてみたいな、はいはい、うん、でも自分の人生かけるって怖いじゃない、もちろんそうです、ってなってきた場合精神的に不安定になってくる、うん、そのね、あの死んでもいいっていう気持ちはあるけど、うん、死に直面したら怖いからおかしくなってきてしまってたっていうところから、うん、僕はその、うんうん、一番最後に上がった、ね、なるほどね、レレンバーグっていうところですよね、かなとは思うんですけども、まあそうですね、たくさん説は上がってきますよ、ね、いやマジで推理小説みたいになってきてるねこれね、展開はそうなんですよ、うん、で、まあ、この件に関してね、リチャードがアメリカ国防総省から監視されていると恐れたことが自殺の原因だとする説もあるんですね、はい、でなぜそこまで精神的に追い込まれていたのかというところです、うん、彼は周囲にね、アメリカ人が自分を失脚させようとしていると漏らしておりまして、まあ、先ほども言いましたレレンバーグがアメリカの国防長官室の政策戦略アナリストとしても活動していたということもありまして、このレレンバーグの動向に変質的になっていたと、うん、つまりスパイされているっていう妄想によって精神的に追い詰められた結果、まあ、自殺に至ったという説、うん、またレレンバーグがリチャードの死の数日前からロンドンに訪れていたことも彼がリチャードの死に関わっているんじゃないかと噂される要因にもなっております、うん、でもレレンバーグ本人はね、取材に対してはこう述べております、その証言です、うん、なぜ彼がこの件について変質的になったかはわからない、私の仕事はいかなるレベルの諜報活動や監視とも何の関係もないので、私のことを心配するのは愚かで妄想的でしょう、私が最後にリチャードに会ったり話したりしたのは1年前で、彼は元気で素晴らしい話をしました、彼はずっと陽気でしたよと答えております、うん、で他にもですね、うん、いろんな説がありまして、はい、ご紹介しましょう、性的嗜好による自己説というものがあります、うん、このリチャードの死因が彼の性的嗜好によるもので、首を絞める行為に性的興奮を覚えた結果誤って死に至ったんじゃないかという説でございます、うん、でリチャードの恋人であったローレンさんは、まあ、そのような行為についてね、彼と話したことはないんですってことで否定をしております、うん、あとはコナン・ドイルの呪いによって死に至ったっていうのもちょっと突拍子もない説も実はね、うん、出てきております、うん、それについてです、コナン・ドイルと関係のある人々は早期の死や精神衰弱に至りやすいっていう、こうなんか噂のようなものがあるんですね、うん、でコナン・ドイルの息子エイドリアンとデニスも若くして亡くなったことから、呪いの存在自体を信じる人々が実際には存在していると、うん、でイギリス警察はね、今後新たな証拠が明らかになった場合にのみリチャードの死亡事件の捜査を再開すると発表しています、うん、だけど事件から20年経った今でも証拠は見つかってなくて謎に包まれたままなんですよね、うん、でです、気になるオークションにかけられたコナン・ドイルのこの資料なんですけど、うん、その行方です、リチャードの死後オークションにかけられる予定だった重要資料の多くは彼の生前の希望通り大英図書館に遺贈されることになったということだそうです、うん、まあ、こういう事件って、はい、本当にもう亡くなってしまった方から状況ね、うん、まあ、無理ですけど、はい、聞かないともう分かんないじゃないですか、結局その時の感情だったりとかもあるしさ、そうだよね、うん、だからね、まあ、証拠とかもない以上は、その他殺でね、犯人が見つかるという線もね、そうなんだよね、うん、まあ、まあ無理だと思うんですけど、ただ、うん、最後に出てきたその呪い説、はい、やっぱ我々ね、あのこういうねオカルトチャンネルをやってる以上は、はい、うん、全くないとは言い切れないじゃない、そうなんですよ、だからね、いろんなことでツタンカーメンの呪いだ云々だとかも結構言われたりしますけれども、でね、やっぱジャパニーズ呪いって強いじゃないですか、強いですね、いろんな話聞きましたよ、そうだからその中でも海外のこういうのでもね、うん、そうあるんじゃないかと、国は関係なく思う気持ちだったりとかね、そうそう、呪い、うわーっていう気持ち、死んでからも残ってるじゃないかなと僕は思いましたけどね、はい、うん、ということで今回は事実は小説よりもきなり、うん、シャーロック・ホームズ研究家変死事件をお届けしました、うん、皆さんの考察ぜひコメント欄の方にお寄せください、はい、以上海外ミステリーファイルでした、ありがとうございました。1978年アメリカカリフォルニア、雪積もる極寒の森の中で1台の乗り捨てられた車が発見されました。この車に乗っていたのは3日前に行方不明になっていた5人の若い男たち、その後それぞれが別の場所で遺体となって発見されるのですが、彼らはなぜ吹雪の中で車を捨てたのか、現場には不可解な謎が多く残されていました。これは
アメリカ版ディアトルフ峠事件。どうも皆さんこんばんは。こんばんは、始まりました、はい、今回も世界の事件をお届けします海外ミステリーファイルなんですけども、はい、今回ですね、うん、アメリカ版ディアトロフ峠事件といわれる、うん、ユバカウンティ5についてお届けします。ディアトロフ確か以前扱ったよね。はい、うんうんうん、やりました。どんな話でしたっけこれね、うん、まあタイトルっていうかでもどんなって確かみんな思うから、うん、この事件を、まあ、さらに遡っていくと、うんうん、奥深く見れると思うんで興味ある方もぜひ動画の方も見てほしいんですけども、はいはいはい、でもまあ分かんない方もいるからちょっとざっくり説明します、はい。1959年2月2日の夜です。ソビエト連邦現ロシアです。ホラート・シャフイル山で登山していた男女9人が不可解な死を遂げたことで知られる事件でございます。そうだそうだそうなんですよ、うん、多数の人がね、はい、で犠牲者たちは遭難後です。設営者テントを中から切り裂いて極寒の外に意図的に出た、これ脱出しようとしたということが分かっております。で公式の見解は雪崩から逃げようとして巻き込まれた事故とされているんですけれども、だけど雪崩によるものではないとされる謎も多く残っておりましてね、例えば光る球体の目撃情報や写真があったこと、一部の遺体から舌や眼球がなくなっていたこと、遺体から放射線が検出されたことなどが挙げられます、うん、これらの要素から軍、まあ、いわゆる国家による隠蔽説であったり、うん、UFO、まあ、またイエティの襲撃説などがささやかれて、いまだに真相がはっきりと解明されていない謎多き事件がディアトルフ事件なんですね。で、うん、これを踏まえて紹介する今回の事件の概要なんですが、うん、1978年2月です。カリフォルニア州ユバシティ出身の若い男性5人がバスケットボールの試合を見るために車で出かけたまま行方不明になります。でその後警察の捜索で見つかったのは5人が乗っていた車だけだったんですよ。不可解なのが車がね、5人の帰り道とは逆方向の森の中で発見されたことと、これ真冬の季節にもかかわらず5人が何らかの理由によって車の外に出ていたということなんです。でその後の捜索で5人のうちの4人だけが無残な遺体で発見されました。だけど事故なのか事件なのか分かんないまま捜査難航して打ち切りです。でもう1人がどこへ行ったのか事の真相も未だに分かっていない謎が多い事件なんです。なるほど、はい、非常に映画で見たい事件ですね。ああ確かにね、考察しがいのある内容なので。そうですね、ということで今回の事件のポイント、最も大きな謎です。なぜ若者たちは極寒の外に出たのかということです、うん、でこの事件はユバカウンティ5、これユバ郡の5人とも言われておりまして、うん、40年以上経った今でもユバ郡警察を悩ませ続けているそうです、うん、それではまず事件の発端から見ていきましょう。消えた夜。1978年2月24日の夜、後にユバカウンティ5と呼ばれることになる5人がこの日バスケットボールの試合の観戦に行くため車に乗り込みました。メンバーはジャッキー・ヒュイット24歳、ウィリアム・スターリー29歳、ジャック・マドルーガ30歳、テオドール・ワイハー32歳、ゲイリー・マティアス25歳の5人。彼らが向かった先は出発地点からおよそ80キロ離れたカリフォルニア州立大学。5人は予定通り目的地に到着すると試合を観戦し、午後10時頃に会場を後にしました。帰途に着くため彼らは車へと戻り、大学からそう遠くないところにあるマーケットに立ち寄ると、ここで菓子パンやスナック、飲み物などを買っています。そしてこの時対応した店員が5人を見た最後の人物となってしまうのでした。翌日、5人がいつまで経っても家に帰らないため心配した家族は警察に通報しました。すぐに地元警察は5人の捜索を開始し、彼らが通ったはずの道をくまなく捜索しましたが、手がかりはおろか5人の足取りは全くつかめませんでした。そんな中3日後の28日、大学からの帰り道はかけ離れた全く逆の方向にある場所で1台の車が発見されることになります。そう、5人が乗っていたはずの車でした。車は積もる雪に立ち往生しているような状態で止まっていて、警察が近づいて調べてみると車のドアは施錠されておらず5人の姿は見当たらない。車内には地図やマーケットで買った飲み物、パンやスナックのゴミが残されたままでした。警察は直ちに車の周囲の捜索を開始しましたが、森には20センチ以上の雪が積もっていて、命に関わる激しい冬の嵐もあり、捜索は一旦中止を余儀なくされることになります。まあ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 
この時点だとねいろんな線は考えられるのですが、はい、うん、まあでもね年齢考えると大人じゃない、まあ、だから ね5人もまとめて拉致されるとかもないじゃないですか、別に連れてかれるとか、はい、辛いよね、うん、で1人だけ見つかってないですもんね。そうですそうです、うん、だからなんか目的があって、うん、全然そのね違う方向に行っちゃって、うん、やべえみたいな、どこだこれ、うわ雪、うわーみたいな、うーんでちょっとパンとか食うてしのいでたけど、買ってあったものをね、いやーでもなーみたいな、いろいろな線はねちょっとねあの考えられますけども、一、ね、個気になったの年齢バラバラだったんですよ、はい、だからちょっと関係性知りたいですよ、ね、あこのね5人の関係確かにそうですよね、うん、でこれ全員がですねこの5人はカリフォルニア州ユバシティ出身で近所に住んでいて仲が良かったということなんです。あ、そうなんですね、はい、でですね、はい、5人とも軽度から中度の発達障害、うん、また精神疾患を持っていたためにですね、うんうんうん、まあ、全員が精神障害者向けのデイプログラムというものがありまして、うんうん、まあ、疾患とか障害を持つ方がですね社会生活を営むために通う施設に登録をしていた、うん、ただこれ重度ではないために全員両親と暮らしながら社会生活を営むこともできていたというところなんだそうです、うん、でちょっとここで一人ずつご紹介しましょう。簡単ですが一人目はゲイリー・マティアス25歳、うん、重度の統合失調症と診断されておりまして症状を抑えるための薬物に依存していたと、うん、で時々暴力的になることがありまして過去に暴行罪で2度逮捕歴があると。だけどですねこの頃には治療が実を結んで主治医がね我々の素晴らしい成功例の一つと誇るほど彼の心身は非常に安定していたというところだそうです、うん、で2人目がジャック・マドルーガ30歳です。 IQ は低かったんですが精神疾患があるとは診断されていなかった。で車自体がマドルーガのものでみんなを乗せて運転していたというところだそうです。でこの2人は以前アメリカ陸軍に勤務していたこともあって運転免許証は持っていたと。3人目ウィリアム・スターリン29歳、この方は最も信心深いタイプで図書館で何時間も書物を読むことが好きだったというところだそうです。で4人目がテオドル・ワイハー32歳と5人目がジャッキー・フィート24歳と。テオドルは5人のうちに最年長者でジャッキーは最年少者です。で2人は不思議な絆があったようでですねテオドルはジャッキーの世話をよくしていたと。例えばジャッキーが電話かけなければならないときはテオドルが彼の代わりに電話をかけてあげたりしていたようなものだそうですね。うん、仲いいんですね。そうなんですよ、うん、で5人は失踪した翌日25日にカリフォルニア州サクラメントで開催されるスペシャルオリンピックス、これは知的発達障害のある人の自立を目的とした国際的なスポーツ組織なんですけど、これのバスケのトーナメントに参加することをものすごい楽しみにしていたそうなんですよ、うん、でこれ優勝チームにはロサンゼルスで1週間自由に過ごすことができるという豪華な特典がありまして、うん、まあ、この権利なんとか勝ち取ろうと5人熱心に語り合ってユニフォームとか靴とか念入りに用意して本番を待ち望んでいたということだそうですね。じゃああれですね、うん、なんかこう集団自殺みたいなことはないじゃないですか、はい、まあ、この時点で、ね、希望に満ち溢れてるわけで頑張ろうとしてる。で今話聞いてたら、まあ、障害をお持ちの方なんですが、はい、全然普通のね、うん、ことできるじゃないですか。できますできます。だから、まあ、いかなる状況、例えば雪で車が動かないみたいになったとしても、うん、なんか車動かされ、ね、方法は考えつくはずじゃないですか。そうなんですよね、うんうんうん、でも彼らが車を動かそうとした形跡がなかったそうなんですよ。謎ですけどね、はいはいはい、でここでさらに車の状態についてもお伝えします。はい、うん、車が発見された道は整備されていない凸凹道だったにもかかわらず車の外側や下側には大きな損傷がない、うん、でまたガソリンは十分に残っていたと、はい、つまり車を捨てて外に出る必要っていうのがなかった、考えられないっていうところなんですよね。確かに、うん、なんかねこう岩とかにガッて乗り上げてしまって、はいはい、ね、こう動かないとかでもないじゃない、うん、違いますね。でねボディとか傷ついてなんか息漏れしてみてみたいなとこもなさそうじゃないですか。そうなんですよね。じゃあなんで外に出たんやって話なんですよね、うん、ガソリンも残っとるし、うん、俺は言えわけやんか、雪降ってんねんから。そうね、絶対その方が身を守るって意味だよね。そうそうそう、エンジンかけっぱで、はい、うん、雪の中で過ごせたはず。でやはりこの時期の捜索困難極めたんですけど5人の失踪が報道されて多くの目撃情報が寄せられました。だけどその中にとっても奇妙な証言があったんです。奇妙な証言。行方不明となってしまった5人、
警察は情報提供を呼びかけ、事件のことが報道されると多くの情報が寄せられましたが、そのほとんどは信憑性に欠けるものでした。しかしそんな中でも2つだけ有力な情報がありました。一つ目は、車が発見された場所からおよそ48キロ離れたところにあるコンビニの女性店員による目撃情報でした。5人の顔写真を見せられた彼女は、失踪の翌日、彼らのうち4人が赤い小型トラックで店に立ち寄ったというのです。さらに2人の男が食べ物を買いに店内に入り、残る2人は近くの電話ボックスから電話をかけていたと語りました。警察や残された家族は彼女の証言は信用できるかもしれないと考えました。というのも、彼女が証言した残る2人は近くの電話ボックスから電話をかけていたという様子が、いつもテオドールがジャッキーの世話をしている様子と似ていたのです。そこで再度女性店員に2人の顔写真を見せると、その電話をしていた2人に似ていると口にしたのです。そして2つ目の証言は、ジョゼフ・ショーンズという男による失踪した夜に関する奇妙な話でした。実はショーンズさんは5人が失踪した日の夜、自身が所有する山小屋に向かうために車を運転していました。しかしその途中で車が雪にはまってしまい、立ち往生してしまいました。どうにかそこから抜け出すために車を押し出そうとした瞬間、持病の心臓発作を起こしてしまい、ショーンズさんは動けなくなってしまったのです。なんとか車の中まで戻り、発作が収まるまで休んでいると、23時30分ごろ、後ろから車のヘッドライトが近づいてくるのが見えました。奇跡的に誰かが通りかかった、そう思ったショーンズさんが外に目をやると、すぐ後ろにヘッドライトが点灯した車が止まっていて、その周りには人が群がっているのが見えました。助けて、必死の思いで彼らに叫んだ瞬間、彼らは話すのをやめ、なんとヘッドライトを消したのです。なんでライトを消したんだ。少し不審に思っていると、再び光が見えました。目を凝らすと、それは懐中電灯の光でした。車を降りて歩いて助けに来てくれた、今度こそ助かると懐中電灯を持っている人に助けを求めると、またもやその光も消えてしまいます。結局ショーンズさんの体調は徐々に回復し、最終的には自力で山を降りることができたのですが、問題はショーンズさんが泊まっていた場所にありました。なんとその場所は、5人が乗った車が発見されたすぐ近くだったのでした。うん、なんか、うん、心情的にはこう車があってね、うん、なんであの車っつって、うん、でなんか調べようとして降りてきて、うん、でヘッドライト消してるってことは、なんかこうやましいことがあって、うん、ちょっとバレたくないからヘッドライト消したのかなとか、うんうん、あとはこう眩しすぎるから中に人がおった時に迷惑やなとか、いろんなパターンあるんですよ、ヘッドライト消す時って意味合いがね、うんうんうん、でこう懐中電灯持ってこう来とるわけでしょ。でも懐中電灯を消したわけじゃないですか。そうです、消します、明かり消します、ね、ってことは人がいるかいないか、生きてるか死んでるかを確認しに来ただけなんですよね。なるほど。でうわ動いてる、生きてる、やばいみたいな感じがしたんです。推理がはかどってますよなるほどなるほどと思いますよね、なんです、うん、でも、うん、普通だったらね、別にやましいことをしてない人たちだったら、はい、苦しんでるって分かるじゃない、うん、分かる。じゃあ助けようって思うよね。そうだよね、こっち人数いてるし、絶対にそういう心情になると思うんですよ。で、まあ、この証言聞いたテオドルの母親はですね、うん、息子が助けを求める人の訴えを無視するのはありえないと、でこの証言を疑ったというところだそうです、うん、はい、でまたショーンズさんの証言の中にはですね、群がっていた人のうちの1人が赤ん坊を抱いた女性に見えたとかですね、人数も5人だったかもしれないと曖昧なんですよ、うん、で後に本人もね、意識が朦朧としていたし、うん、確証は持てないんだけどっていうことで話しているそうですね。まあ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 、そうね、心臓でうーってなってたから、うん、そうそう、そういうのは分かりますし、はい、でも実際に車が発見された場所、はい、にいたわけですからね、ショーンズさんね、そうそうそう、自分がいたところにカポッて車はまったわけでしょ、だってね、そうだね、お有力ですよね、情報としてはね、はい、うん、でさらにですね、車の中でショーンズさんはですね、ヒューヒューっていう口笛のような音を聞いておりまして、はあ、でその口笛がですね、ショーンズさんが助けを呼ぶと鳴り止んだというところだそうです。異様に上手なんですよね、歯笛ですもんね、すごいですよね、この口笛の技術についてはねでね、今の、まあ、鳴ったような音ですわ、これちなみにディアトロフ峠事件の時も同じようなことが実はあったんですよ。はい、ありましたよね。はい、これね、ディアトロフ峠で遭難した登山隊の回収したカメラにはですね、うん、イエティらしき姿が
まあ、いわゆる雪男ですね、うん、ずっとおりまして、また登山隊が遭難した付近では以前から頻繁にねヒューっていう音が聞こえていて、まあ、これ専門家によるとイエティは人とは違う音の口笛を吹くというところなんだそうです。なるほど、イエティ説ありましたね。今でも一つの説ですよね、思い出したわ、こちらはね、はい、あとさ一つ目の女性の証言あったじゃないですか。ありました、はい、顔見てるんですよね。そうなんです。だからこれ非常に信憑性高いよな。そうなんですけど、そうなるとねちょっとまた新たな疑問というのが生まれるんですよ、はいはい、どんな疑問かっていうと、はいはいはい、4人が乗っていたトラックっていうのは赤やつ、ね、そうどこでこれ手に入れたのか、はいはい、で1人はどこ行っちゃったの、5人いたのに、でなんで帰ってこないのかっていう疑問が出てきます。その1人が赤いトラック乗ってどっか行ったんじゃないですか。あ、この4人でかけていて、うん、その1人の人物がその車を使ったんじゃないかっていうこと。だからその1人がね、うん、ちょっと怪しくはなってきますけどね。なるほど、逃げたのかって捉えることもできるってことですよね。そう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 、だから仲間の1人なんだけど、はい、分かんない、何かがあったのか。そう、謎はありますよね、深まる。で結局それからというものですね、事件がなかなか進展見せなかったんですけど、雪も溶けた6月に急展開を迎えます。遺体の発見。5人の行方が分からないまま数ヶ月が経ち、雪解けも終わりかけとなった6月、ようやく中断されていた捜索が再開されました。そんな中、6月4日に捜索隊は車が発見された場所からおよそ50キロ離れた森の中にある森林局のトレーラーハウスの窓が割られているのを発見。不審に思いドアを開けると、中から強烈な異臭が彼らを襲ったのです。そして中に入ってみると、トレーラー内のベッドに横たわっていたのは、腐乱したテオドールの遺体でした。テオドールの遺体は8枚のシーツで包まれていて、足は重度の凍傷を負っていました。解剖の結果、彼は餓死と低体温症によって死亡したことが判明。90キロあったテオドールの体重は半分近くの45キロまで減っていたといいます。またヒゲが伸びており、その長さから失踪から 2,3 ヶ月は生き延びていたと考えられました。そしてこのテオドールの発見を皮切りに、翌日にはトレーラーからおよそ12キロ離れた山林でジャックとスターリンの遺体を発見。ジャックの遺体は動物に部分的に食べられているという悲惨なありさまで、スターリンの遺体に関しては骨以外は何も残っておらず、無残にもバラバラに散らばっていました。そして解剖の結果、2人とも低体温症で死亡したことが判明。さらに2日後の7日、捜索に参加していたジャッキーの父親がトレーラーからおよそ3キロにある茂みの下で人間の頭蓋骨を発見。さらに周辺からジャッキーの靴とジーンズも見つかり、翌日には歯の鑑定によってジャッキーのものであると特定されたのでした。こうして4人の遺体が無残な形ではありますが無事発見されました。一方でゲイリーの所在は愚か、生死も未だに不明のままとなっています。ここも謎が多いっすね。そうですよ、バラバラで見つかってるしね。うん、そうなんですよね。なんか遭難というかなんか理由があってそのトレーラーハウスの中に逃げ込んだとして、みんな固まってないと。そうだね、おかしいじゃないですか。で、一人テオドールだけ、はい、ね、その45キロ、はい、痩せて、うん、死んで、ね、2、3ヶ月はそこにいた、うん、いたんじゃないかみたいな。だからテオドールを残して、うん、他の人たちは外に行ったのか。うん、そうですよね。そうなんですよ。めちゃくちゃ。だから、うん、どうなんだろう。そうそうそう。だからね、仲良かっただったら不安じゃない。うん、そうだから結束絶対するだろうなとやっぱね、どうしても思いますよね、はい、でテオドールの発見現場について情報があるのでちょっと補足しましょう。トレーラーハウスには現金が入ったままのテオドールの財布、うん、で身につけていた金のネックレスや指輪などの私物がいくつか置かれていた、はい、で遺体はシャツと薄手のパンツ履いていたんですけど、なぜか靴が見当たらなかったと。なんでやねんっていう、ね、話じゃないですか、はい、寒いのにね。そう、そして最も不思議なことにトレーラーハウスには暖房器具があったにもかかわらず、うん、テオドール低体温症で死に至っていたっていうことなんですよね。だからトレーラーハウスに運び込まれる前にもう低体温症で死んでたんじゃないですか、テオドール。後から来たのが暖房器具であって、後から来たのが暖房器具っておかしいですけど元からあったんやからなあ、まあまあねで順これはそれぐらいなんで使わなかったのかっていうところがどうしても、うん、だからこそやっぱ死んでる状態で運び込まれたんじゃない、誰かに殺められて、うん、そう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 、だから犯人いるはずなんよねこの感じやと。
で実はですねトレーラーハウスに暖炉や暖房器具ねやっぱ備わっていて、うん、トレーラー内にはマッチ厚手の衣類本木製家具などがあって簡単に火を起こすことはまあできたと、はい、にもかかわらず火を起こそうとした形跡がない、はい、でトレーラーに接続されているプロパンタンクも手つかずのままであったというところでおかしいですよ ね、 ねで、まあ、捜査担当していたランス・エアーズ注意もですね彼らがしなければならなかったのはガソリンを入れるだけだったと、うんそうすればトレーラーにガソリンを供給し暖房を供給することができたはずだと語っていると、うんうん、もうこれはねもう人間の本能でさ寒かったら火っていうさ、うん、これはねねイコールだから、はい、障害あったとしてもですよ、うん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 、お持ちであっても俺そこはねやっぱ気づくはずだと思うんですよ、うんうん、温めないと死んじゃうからっていう ね、 ね、うん、で低体温症だけじゃなくてあと餓死してるんですよはい、そうな体重半分になって、はい、90キロだったのが半分になってます。 で、 す、ね、でこれについても謎が残っております。餓死に関してですね実はトレーラーの屋外にある食料保管庫には軍用の調理済みの食事とかですね栄養食の缶詰が大量に保管されていた、うん、それは5人全員が1年間生きながらえるのにも十分な量だったんですね、うん、にもかかわらず36食は食べた形跡があったそうなんですよ、うん、だけど他の大部分は手つかずのままだったというところです。36食だけ食うてんすね。そうです、1年分の食料のうちの36食は食べて他は食べてない。あで 2,3 ヶ月多分そこで生きてたんだろうと思われるってところですね、うん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 、謎です、はい、でもちろんこの事件はですね全員が何らかの障害や疾患を持っていたために非常事態で適切な判断を下すことができなかったんじゃないかという見方も実はされているんですよ、うん、でいろいろ謎が多いんですがそんな中でも発見された証拠や状況から警察はある仮説を立てることになります、うん、続きを見ていきましょう。警察の見立て。結局その後未だ行方不明となっていたゲイリーの手がかりは全く見つからず謎を残したまま捜査は打ち切りになってしまいました。ただ驚くべきことにゲイリーの靴だけはなぜかトレーラーの中から見つかっていてつまりゲイリーもトレーラーにいた可能性が高いことが分かっています。その一方でテオドールは逆に靴を履いていませんでした。このことからゲイリーがテオドールの靴に履き替えたとも考えられました。しかしテオドールの靴はゲイリーの靴よりも大きなサイズではなぜそのような行為を行ったのか。その理由は凍傷にありました。ゲイリーの足は凍傷で腫れていた可能性があり自分よりサイズの大きい靴を探していたのではないかと考えられたのです。さらにゲイリーには車や遺体が発見された森からすぐ近くにある小さな町ホーブスタウンに友人がいたことが後に判明。このことから警察は次のような仮説を立てました。5人は帰宅途中にその友人を訪ねようとした。しかし途中で道を間違えてしまい何らかの理由で5人は車を捨てて外に出た。どこに向かえばいいか悩んでいたところ雪の積もる道に別の車が通ったタイヤ跡が残っていることに気づいた。実際5人が行方不明になる前日森林局の雪上車がこの道を通った記録が残っています。そのため5人は避難する場所がそれほど遠くないところにあると信じて雪上車のタイヤの跡をたどった。しかし途中でジャックとスターリンは低体温症で死亡。残る3人は無事トレーラーを発見するも施錠されていたために窓を割って侵入。ところが侵入してからここが私有地であると気づいた3人はここにあるものを勝手に使用すると窃盗罪で逮捕されるのではないかと心配し可能な限り食料には手をつけなかった。残るゲイリーとジャッキーはどうにかして町に戻ろうと外に出た。しかしゲイリーとジャッキーは途中で力尽きてしまいトレーラーに戻ることができなかった。そしてテオドールはトレーラーでもう戻ることはないゲイリーとジャッキーを待ち続け亡くなってしまったというのが警察によるおおよその事件の見立てとなったのでした。しかし結局のところは多くの謎が残されたままで真相は未だに分かっていません。まあ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 そうですね、謎ですね。そうですね、うん、でもね一個もこのコミュニティの目撃情報ね、はい、うん、電話をかけて、ね、いやそうそうそう、もうな分かんない分かんないね、分かんない。でね、これは残された5人の家族です。次のような意見を語っております、うん、5人は森へ好きで行ったんじゃなくて何者かが彼らを森へ連れて行ったんですと、うん、でおそらく試合観戦の時かあるいはその帰り道で何かを見た、うん、で彼ら自身はそのことに気づかなかったのかもしれませんがというところですね。つまり彼らは何らかのトラブルに巻き込まれてそして何かから逃げて車を捨て去ったのかあるいは何者かから拉致されたという可能性を言及していると、うん、そしてショーンズの証言にありましたヘッドライト光ですね。でその周囲に群がる人々そして赤ん坊を抱いた女性これ何の関係があるのかと、うん、そしてその時に聞こえた
ヒューヒューっていう口笛はこれ一体何だったのかと、40年以上経った今でも真相が全く分かっていないし、ゲイリーも未だに見つかっていないという事件です。どっかに何か正しい道筋みたいな正解があるんだろうけど、なんか分かんないね。いやでも警察の見立て結構、当てそうな気もするけどな。おおよその見立てですっていうことを立てられてるのはこの説なんですけどね。だからもう本当に極限の状態までなってしまって、で友達も当初で死んでしまってる状態だったらってなっちゃうから、予期せぬこともやっちゃうやろうし、ね、簡単なこともね頭の中で整理つかずに結びつかへんこともあるから、困れるとね、そういうことあるかもしれませんよね。でもなんかそのね、ショーンズの証言でさ、はい、こうヘッドライトね、そのヘッドライトに群がる人々、はい、そして赤ん坊を抱いた女性、これが分からないような、なんかちょっとそのホラーテイストというか、そうなんだよね。口笛の謎っていうのも残っております。はい、ということで今回はアメリカ版ディアトロフ峠事件といわれるユバカウンティ5をお届けしました。はい、皆さんはどのように考察されますか、コメント欄の方にぜひお寄せください。ぜひお願いします。以上、海外ミステリーファイルでした。ありがとうございました。1979年シンガポール、仕事に出かけていたある夫婦が帰宅すると、自宅には戦慄の光景が広がっていました。なんと浴室に最愛の子供たち4人の惨殺死体が折り重なっていたのです。そして絶望の淵に立たされた夫婦の元に届いたのは気味の悪い年賀状でした。もう子孫は残せないね。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。始まりました、はい、世界の事件をお届けしております海外ミステリーファイル、はい、お時間でございます、今回ね、シンガポールで最も非人道的な犯罪と言われました、ゲイランバル4兄弟殺人事件についてお届けします。シンガポールの事件って初めてですね、そうですね、うちのチャンネルで扱うのね、今までやったことなかったんですけど、はいはいはい、これ事件名にもなってるゲイランバルはシンガポールの歓楽街の名前なんですね、でそれがちょっとヤバい地域でもあるので先にご紹介しましょう、はい、ゲイランバルとはシンガポールね、比較的治安がいい国であるものの、このゲイランバルは昔ながらの歓楽街であまり治安が良くないと。古い街並みで安い宿や安くて、まあ、美味しい、だけど不衛生な食堂などがあります。で東南アジアらしい風情を味わえる地域でもあると言われてますね。だけどその反面、堂々と路上で賭博行われていたり、非合法も含む売春宿が数百軒以上ある。で治安はあまり良くない地域です。格安ホテルに連れて女性が一人で観光宿泊するのは危険で、シンガポール政府公認の売春地区であるそうです、ね、まあまあ売春宿がですね、ある場所っていうのはやはり闇組織とのつながりとかもね、あるからさ、ね、やっぱこうマフィア関係とかもね関わってきてすごく怖いじゃないですか、そうなんです、で今回はそんな危険な地域で幸せな家族を襲いました凶悪な未解決事件です、で40年以上経った今再捜査が行われて世間の注目を集めているんですよね、ということで今回の事件のポイントは戦慄の年賀状。なんと事件後に犯人から年賀状が送られてきたんですけど、その内容がねかなり意味深で胸クソの悪いものです、はい、そこにご注目ください。それではまずこの事件の発端から見ていきましょう。ゲイランバルの家族。1979年シンガポールの中心部から東にあるゲイランバルという地域で事件は起こりました。治安の悪い地域でしたが、公共の住宅団地が多く立ち並んでいて、その団地の中の5階に住むある家族が被害者となってしまいます。家族は6人で、父親のタン・クエイチャイ38歳、その妻リー・メイイン30歳、2人の間には4人の子供がいて、上から長男のタン・コックペン10歳、次男のタン・コックヒン8歳、三男タン・コックスン6歳、そして長女のタン・チンニー5歳。夫婦はミニバスを持っていて、それを使ってスクールバスの運営をして生計を立てていました。父クエンチャイはドライバー、母メインは子供たちのお迎えや事故のないよう子供たちをきちんと座らせるなど車掌として働いていました。そして夫婦には日課がありました。それは子供たちが寝ている間に仕事に向かうため、仕事の途中で公衆電話から自宅に電話をかけて寝ている子供たちを起こすこと。電話で起こされた子供たちは眠い目をこすりながら学校に行く準備を始め、準備が終えると4人一緒に自宅を出て妹を幼稚園まで送ってから3人の兄弟は小学校に向かうというのが単家族の日常でした。
そんな中迎えた1979年1月6日午前6時35分、いつものようにタン夫婦はすやすやとまだ眠っている子供たちにキスをすると家を出ました。午前7時10分、母親メイインはいつものように子供たちを起こすため公衆電話から電話をかけました。しかしいつまで経っても誰も電話に出る気配がありません。いつもなら起きるはずなのに。結局何度かけても子供たちは電話に出ませんでした。このままだと子供たちが学校に遅れてしまう。そう心配した母メイインは今度は隣人に電話をかけ、子供たちを起こしてくれないかとお願いしました。連絡を受けた隣人がタン家族の家のドアをノックしましたが応答はありません。耳を近づけても子供たちの声も聞こえない。それどころか家の中から人の気配すら感じない。その状況を隣人から聞いた夫婦はスクールバスの仕事が終わると急いで自宅に向かうことになります。ですね、朝の電話で、まあ、子供たちが起きなかったことってのは今までなかったそうなんですよ、うん、で母親のメインは遅刻の心配、もちろんねやっぱちょっとなんかおかしいと、これ不安になっていたそうですね、はい、でまた事件当時のシンガポールではですね児童の失踪事件が発生しておりまして、まあ、幼稚園児あと小学校低学年の生徒が単身で登下校するのは、まあ、大変危険な時期だったそうです。なんかそういうね、時代背景といいますかそういう状況だったわけで、もうより心配だったでしょうね、うん、そうですよね、でおそらく仕事も手につかなかったんじゃないかと夫婦は思います。でようやく仕事を終えた夫婦自宅に戻るんですが、そこで最悪の光景を目の当たりにしてしまうんです。2人が仕事を終え急いで家に帰り着いたのは午前10時頃でした。玄関のドアを開け家の中に入るとそこには物音一つしない異様なまでの静寂。夫婦は恐る恐る各部屋を覗いていきました。リビング、子供部屋、寝室、そして最後にたどり着いたのが浴室。そこで夫婦が目にしたのは子供たち4人の遺体。子供たちは全員がシャツと下着だけの姿で血まみれの状態で、その遺体は積み重ねられていました。4人の遺体は凄惨な状態でした。全員頭を刃物でめった切りにされていて、子供たちの体につけられた傷は少なくとも20箇所以上。その中でも長男コックペンの遺体だけは右腕がほぼ切断された状態でした。地獄のような光景に母メイインは気を失いそうになるまで泣き叫びました。すぐさま周囲は騒然となり、無数の野次馬が団地一帯に殺到。警察が駆けつけ捜査が開始されることになります。部屋は特に荒らされておらず、金銭や貴重品は何も盗まれていませんでした。また窓が割られていたり扉が壊されたりなどの強制的な侵入もなかったことが判明。犯人の凶器も発見されませんでした。しかしキッチンから包丁と小さいナイフがなくなっていたため、この2つが凶器として使われたのではないかと推測されました。その他にもいくつか犯人の痕跡は発見されたものの、犯人逮捕までの手がかりとはならなかったのです。言うても子供4人いてるじゃないですか、はい、ね、で子供4人をめった刺しにしてるわけでしょ、うん、そうです。1人じゃないよね、うん、複数なのかな、ねね、なんか分からん、ね、勝手なイメージですけど、一人やったらね誰か騒いで、まあね、わたわたするじゃない、ね、そうだよね、なんでそうわたわたするイメージかっていうのが、うん、痕跡残るはずじゃない、もうちょっと そんだけ4人の子供を滅多しようとするの、うん、こんな凄惨な犯行現場の状況なのにもかかわらず手がかりがないのがおかしいんですよ。そうなんですよ、うん、でまあその中でも残っていた犯人の痕跡についてなんですけど、うん、はいはいはい、まず一つ目が血痕ですね、うん、キッチンのシンクに犯人のものと思われる血痕あった、うん、で警察は犯人が返り血を浴びたか、まあ、自らも出血したかで、うん、まあ、自分の体とか服についた血痕ね、うん、逃亡前にここで洗って落としたんだろうと考えたそうですね、うん、なるほどね、うん、いやなんか血痕残ってるんやったら、うん、なんかね逮捕できそうなもんじゃない。そうなんですよ、結婚ってさ、うん、すごく大事なポイントなんだけど、これ事件が起きたのが1979年であると。ああ、そうか、はい、当時の科学捜査鑑定技術今と比べて、まあ、未発達なんで、なるほど、ね、まあ、その結婚を捜査に生かすことがまずできなかったっていうところです。で2つ目の痕跡が髪の毛毛髪ですね、うん、右腕が切断されかかっていた長男コックペンの右手に握られていた数十本の長い毛髪があった、うん、まあ、これ犯人ともみ合いになった時に引き抜かれた犯人の髪の毛なんじゃないかってことが推測されました。でも、まあ、これもまた捜査技術の限界です。だから特にその時代だからね、これで犯人特定につなげることはできなかったというところですね。まあまあ時代がね、時代だったらもうすぐにね、うん、逮捕できてたでしょうけど、あとなんか髪の毛グラッてやったってことはなんか反抗したでしょうね、うん、だから長男がね、兄弟多分守ろうとしたんでしょう、ね、
どれもね、これが本当に現在であれば有力な証拠なったと思われるんですが、だからそのことをね、時代とかを悔やむ犯罪学者、事件の関係者少なくないと。で、最終的に警察は現場の状況からですね、これは計画的な復讐行為、つまり単一家への何らかの恨みが殺人の動機なんじゃないかってことで結論付けました。ってことは顔見知りというか身近な人、そうなんですよね、ではここからは当時の警察の捜査を見ていきましょう。絞られた犯人像、現場から手がかりを得られなかった警察は並行して聞き込み捜査を開始することにしました。すると隣人から想定される犯行時間、つまり夫婦が家に不在だった午前6時35分から午前10時頃の間に悲鳴や騒音がなかったという証言を得ます。このことから警察は2つの可能性を考えました。まず1つ目は複数犯の可能性。これだけの残虐な犯行が行われたのになぜ目立つ物音がなかったのか。大きな物音が立っていないということは音が出ない状況を作ったということ。つまり一人が騒音立てないよう子供たちを押さえつけるなどしてもう一人が子供たちを殺害したのではないかという推測でした。そしてもう一つの可能性ですが、警察はなぜ物音なしに部屋に入ることができたのかという点に着目しました。窓や扉は壊されていませんでしたし、戸締まりなども問題はありませんでした。ということは犯人は至って普通の方法で家に侵入したと考えられました。それは子供たちが普通に家の中に迎え入れたということ。そうなると犯人は子供たちが警戒せずに迎え入れてしまうような人間、つまり単家族の顔見知りが犯人である可能性が考えられるのです。以上をまとめると犯人は2人以上の可能性があり、かつ単家族の顔見知りであると警察は考え、その線で捜査を進めることになります。なるほど、やっぱ複数でしたね、こういう状況だったらね。そうですね、まあまあ4人ということもあってね、そう思ったんですけど、確かにね、ちょっと聞いてると、顔見知り説っていうのは非常に濃厚な気がするよね、やっぱ、入れちゃってね、そうそう、あ、いつもの何々さんだから入れようとか、ね、だってね、鍵閉めてね、出てってるわけやから、絶対ね、子供だけやから、で、あと両親が家出たの6時35分でしょ。そうです。で、隣人が来たのが4時10分、35分間、犯行時間だよね、って思うよこれね、で、これ警察による数百回にわたる聞き込み捜査ありました。で、近隣住民からさまざまな証言が寄せられております、その証言ね、例えばこんなのがありました、まずその1は、単家族の部屋の外で血にまみれたカップルを目撃したという情報があります、だけどこれはね、そのような情報の根拠が捜査で、見つからなかったので、目撃者が思いついた虚偽の供述であるとされております、で、2つ目です。犠牲者の長女チン・ニーが男性と格闘しているところを目撃したと言っていた人間がいたっていう情報ですね。ちょっと遠いですね。遠いね。しかもチン・ニーって格闘できるほどの年齢ちゃうでしょ。女の子で5歳よ、5歳でしたからね、でこれに関しては、当の目撃者結局見つけることができなかったというところです、そしてその3ですね。事件当日、これ1月6日近くを回していたタクシーの運転手が警察に次のように述べております、事件当日の朝8時ごろ犯行現場の近くのどこかで20代の男を拾ったと。で、その男がタクシーから降りた時ドアにぶつかって何かが落ちたんだ、それはナイフだった。で、彼をよく見ると体の左側が血痕で、覆われていたっていうところだそうですね。これ一番信憑性ありますね、なんかね、タクシーの運転手のお話ね、で、警察もそう思いました。あ、これは当たりかもしれないと捜査を進めていきました、するとこのナイフを落とした男は、単家族の隣人の一人だったんです、謎のおじさん。タクシー運転手の目撃情報をもとに捜査を進めると、このナイフを落とした男はなんと単家族の隣人の一人であることが判明しました。男は単家族の間でおじさんと呼ばれていたマレーシア人で、毎日のように単家族の家を訪れては母国マレーシアにいる人と話すために電話を借りたりするほどの関係性。警察はすぐさまこのおじさんの身柄を確保し、タクシー運転手に対してこの男が乗車した男かと顔を確認させました。するとこの男です。なんとタクシー運転手はナイフを落とした男とおじさんが同一人物であると答えたのでした。ついに犯人を逮捕したと思われましたが、最終的に殺人と結びつくような決定的な証拠が見つからなかったこと、犯行時間帯に単家族の部屋を訪れたところを目撃した人間がいなかったことから、逮捕から2週間後
おじさんは証拠不十分のためにあっさりと釈放されてしまったのでした。こうして犯人として最有力な容疑者を釈放した警察の捜査はまたしても振り出しに戻ることになります。絶対これおじさん怪しいですけどね。めちゃくちゃ怪しいね。タクシーの運転手も言うてるからね、こいつだよっつって、でこいつだよってね、直接会って言うてるからね。はい。でこれ実はタン家族が住む団地の5階の共用廊下にはですね、毎朝いつも座ってタン家族の子供たちが遊んでいるのを眺める、これを日課としていたヤムインティンという年配の女性68歳がいたと、で当然警察はヤムさんにもね聞き取り捜査を行っているんです、で事件の朝タン家族の家に入っていく人間見なかったかっていう質問に対してね、そのヤムは、いやその日はたまたま髪を洗っていて外に出ていなかったから何も見なかったと答えたそうです。なんでその日だけっていうね、見ていれば。でこれ釈放されたおじさん、その後すぐに同居していた妹とともにこの団地から引っ越していきます、でその行方は誰も分からなくなっちゃったそうです。めっちゃ怪しいけどね、まあ、いきなり子供たち全員を失ってしまい悲しみに打ちひしがれるタン夫婦なんです。その後2人のもとに年賀状が届くんですけど、その内容に戦慄が走ります。犯人からの年賀状。事件が起きてからおよそ2週間後、シンガポールでは旧正月を迎えていました。そしてタン夫婦のもとに1枚の年賀状が届きました。突如として4人の子供たちを何者かから奪われてしまったタン夫婦、新年を祝うような気分ではないものの、年賀状を見てみるとそこには幸せそうに子供が遊んでいる風景のイラストが描かれていました。皮肉とも取れるその年賀状の差出人の名前を見ると2人に戦慄が走ります。犯人より。そして年賀状に添えられている一文を読んで夫婦は愕然としてしまいます。そこに書かれていたのは、アーチャイ、アーエン、もう子孫は残せないね、はっはっは。アーチャイ、アーエンというのは父クエンチャイと母メイインのあだ名で、この文章は事件のことを知っている人物でしかありえないものでした。まず子供全員が死んだことを送り主が知っているということ、さらに家の住所を知っていてまだそこに夫婦が住んでいることも知っているということになります。そしてもう子孫は残せないという一文、これはメイインのかなり深い事情を犯人が知っているということを示唆していました。というのもメイインは4人の子供を出産した後に不妊手術を受けていました。つまり子供全員が殺されてしまった以上、文字通り子孫を残せる可能性はないのです。もちろんこれは単なる悪趣味ないたずらだったという可能性も考えられました。しかし警察はこの年賀状の差出人を特定できず、結局事件の犯人も真相も手紙の意図さえわからないまま事件は収束していったのでした。なんやねんな、これ年賀状ってね。これは悪質やな。ひどいね。本当に。ひどすぎるよこれ。はい、だからまあでも年賀状の内容からいくとやっぱ身内というかね、近しい人のね犯人説濃厚ですよね。そうですよね。で謎の多さ、こう手がかりの少なさから捜査行き詰まってしまって、まあやっぱ事件さまざまな憶測を呼びます。はい、例えばですね。憶測その1がギャング説ですね。タン夫婦が裏社会の怒りを買ったことで復讐された、だからその見せしめとして子供たちが、殺されてしまったんじゃないかと、どういった怒りかというと、実はタン夫婦はギャングらと詐欺行為に関与しており、分け前をめぐって対立が生じたとかですね、ギャングに頼まれて引いた宝くじを夫婦が独り占めしたと、そのお金でミニバスを購入したなどですね、でさらにこのギャング説から派生して容疑者として最有力のおじさんいましたけど、が実はギャングだったという説もあるそうなんですね。でこれがおじさんがギャングだった説です。で警察の捜査が思うように進まない、でおじさんがあっけなく釈放されたのもおじさんがギャングだったんじゃないか、いや警察が手を出せなかったんじゃないかっていう憶測も飛んでいるようですね。冒頭でね僕言ったようにその場所柄、やっぱ売春宿がね、乱立してるエリアなので、やっぱギャングマフィアそういったものはね、多分起こしてるんで、なんか怒り買っちゃったっていう方がなんか腑に落ちる気もするんですよね。突拍子もないこと言ってるんですけど。そうですよね。で他警察が集めた目撃証言の中にですね、先ほどちょっとご紹介しました血にまみれたカップル目撃したっていうのがありましたよね。でおじさんは釈放後同居していた妹と共に引っ越したっていう情報、それも先ほどちょっとご紹介しましたよね。
っていうことはつまり血にまみれたカップルっていうのはおじさんと妹だったんじゃないかと、はい、まあ、推測が成り立ちます、はい、で警察がね虚偽の供述とした血にまみれたカップル目撃したっていう証言は実は事実で、はい、ギャング絡みだったため警察はそれを伏せた。なるほど。で近隣住民もギャング絡みのためにそれ以上の証言することも避けたって、うん、騒音がなかったって言ったことも、まあ、それは嘘の情報である。本当は騒音あったのかもしれないという推測ですね、これはね。ね、うん、いやいや、なんかすごい分かる気がするんですよね、うん、おばちゃん怪しいもん、うん、毎朝見てんのに、ね、毎朝見てるのにその日だけ髪洗ってたって、ね、言いたくても言えないんでしょ、怖いから。これ、ね、自分もやられるからでしょ。いやだからやっぱ普段とね違ってる他にいなかったって、うん、だからそれ自体が嘘なのかも、うん、確か思いますよね。でまた年賀状が届いたのも、うん、おじさんが釈放されたのも約事件から2週間後であるっていう点で、そのタイミングで年賀状を送ったとすればこれも辻褄が合うことになるんですよ、うん、といったこのようなおじさんとギャングをめぐるタグにたくさん浮上しております、うん、ですがどれも警察の捜査によって明らかにされておらずに真相は不明なんです、うん、で当時の警察にもギャングへの忖度などがあれば当然ね意図的に解明をしなかったっていうことなのかもしれないですね、うん、いやこれね聞いてて思いました、うん、意図的に解決しないようにしてますね。なんかそんな気がする。雰囲気とか、ね、内容的に、ね、触れちゃいけないところを触れてしまったんじゃない。なるほど、ね、うん、でその後の情報なんですけど、はい、事件のその後です、はい、結局この事件は誰一人裁判にかけられることなく捜査は停滞しました。で子どもたちは事件の翌日1月7日にランドセルや本おもちゃとともに埋葬されました。お母さんのメインは子どもたちがそれぞれの棺に入れられる間何度か気を失ったそうです。で事件の翌年1980年、タン夫妻は養子を探したんですが思うようにはいかなかったと。しかしメインは再度手術をすればねまた子供を産むことのできる可能性があることを知って手術を決断しました。で手術は見事成功して妊娠しまして1983年に息子を出産した。でその後2人目の子供も授かったというところだそうです。いやまあまあまあね、悲しみを乗り越えてというところがありますけども、うんうん、非常にやっぱ凄惨な事件ですよね、うんうん。で2021年シンガポールのメディアの取材によりまして、メイインがまだ存命でね、孫と一緒に暮らしているということは分かっております。うーん、はい、いやーなんか闇が深いですね。そうですね。そしてやっぱり一瞬にして自分の子供4人を失ってしまうご夫婦の悲しみ、悲しいね。そしてそれに塩を塗るかのような年賀状ね、どんな神経で送れんだろうって本当に思ってしまいますよね。怖いな、本当にめちゃめちゃ怖いなと思いました。はい、はい、ということで今回はシンガポールで最も非人道的な犯罪と言われたゲイランバル4兄弟殺人事件をお届けしました、はい、以上海外ミステリーファイルでした。ありがとうございました。